新春恒例たこ揚げ大会は、つくば市商工会青年部の主催で10年以上にわたって行われている伝統行事です。このイベントはコロナ禍の影響もあり3年ぶりの開催となりました。この日は雲一つない晴天に恵まれ、たくさんの親子がたこ揚げなどを楽しむ様子が見られました。またイベントも多数行われ、自衛隊車両の撮影会や重機による巨大かき染めなども行われました。他にも屋台が数多く出展され、人気の揚げパンや射的にはたくさんのお客さんが列を作りました。想像しているよりもたくさんのお客様がご来店してくださって、実行委員会としてもほっとしてとても嬉しく思っています。もう15年前に始めて、でそこからどん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 いろんな巨大たこ揚げとか重機によるかき染めとかを、いろんなイベントが増えていって、どん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 毎年大きくなっている感じです。人気企画の餅巻きは午前の部と午後の部に分けて実施され、2階建ての櫓から駄菓子やインスタントラーメン、餅が次々と巻かれ、激しい争奪戦が繰り広げられました。楽しかった。なんか景品取れた？取れた。どう、たこ揚げはどう？やってみて楽しい？楽しい。来年また参加してみたいですか？うん、妹と一緒に来ました。うん、楽しかったです。なんか美味しいもの食べたりした？たこバナナが美味しかったです。最後に名物の巨大たこ揚げが行われ、商工会青年部の人たちが重機による巨大かき染めで描いた巨大だこの綱を引きながら、全速力でグラウンドを走り抜けました。タコが意外と飛んで楽しかった。風があんまなくても意外と飛んだんで、楽しかったです。たこ揚げ大会は矢田部地区から昔からやってるイベントなので、この先もつくば市商工会全体で盛り上げていけたらなと思います。